さあ、ドクターマリオワールド遊んでいこうと思うんだけど、今後悔してるわ。俺クッパでちょっとやっちゃったんだけど、マリオの方が良かったかもしんないわ。とりあえずステージ始めるわ、36。これやって、で、ここクリアしてって、で、コイン4000枚集まると、なんかね、キャラクターガチャみたいなの1回引けるらしいんで、そこまでちょっとやるわ。で、それでキャラクター手に入れて、で、それでバーサスモードやっていくわ。今、クリボーとね、ハンマーブロスなんだよね、うちの仲間が。で、俺ね、これ思うんだけどね、調子こいてね、上のやつ、潰すよりかは、おとなしく下から順に壊してった方が、いいまであるね、これは。あー、やべ。ダメか、これ。黄色が邪魔だ。3つ置けば、消えるんだよね。で、なんかね、四角く固まってるやつらは、なんか氷で、氷漬けにされてるんだよ、このウイルス。だったらいいじゃねえかって思うんだけど、そういうやつらは2回削らないといけないんだよね、これ。あ、今しくったわ。今しくった。縦に置かなきゃよかった。うわー、しくったな。やってから気づいた。無駄に1個消費しちゃった。こういう感じね。こうすれば1個余るから、こういう風に別のところに使えるっていう。もったいないことしたな。このもったいなさが1個なんだけど、たかが1個って思うかもしれないけど、これがマジ後で重要になってくる。絶対に。これほんと絶対に。で、これはいいだろ。やばい、ちょっと、開いてきた。変な開き方してきた。順々に潰していくっていう、これ俺のね、作戦ね。その方が絶対後で後悔しないことになると思うんだよね。変なね、潰し方すると本当に後悔するから、後で。あー、どうしよう。これ、こうやってからの斜め移動ね、これ。で、このレインボーは何にでも特化できるっていうやつで、こんな感じで、どうだ？どうでしょうか？よろしかったでしょうか？これ途中でね、こうやってタップしてればね、止められるんだよね。考えられるっていう。普通、ぷよぷよとかならもう、勝手に移動するけど、下に。引き止められるっていう。まあ、いっか。これこっちか。よし。やべえ、青残っちゃいそう。あ、でも大丈夫だ。次、これダブル青来るから。先消ししといてこうか。で、これも黄色でいいな。調子こくなよ。絶対調子こくと良くなくなるんだから。良くなくなくなるんだから、本当に。ここ黄色かな？ここ黄色消し。青、青。残りカプセル11個。考えろ。考えろよ、マジで、お前。絶対後で後悔するんだから。もうこんな感じで。無難に行きます。この無難が一番。あー、でもどうだろう、今の。今のどうだ？これどうだ？こっちの方がいいか。うわー、このなんか中途半端にこれ上空に漂ってる右の青。これ困るわー。こっち消すの大変そうだな。まあいいや、こう。いやー、でもいいか。まあしゃあないしゃあない。こいつは参ってた。こいつは参った。まあいい。こうしよう。こうちぐはぐな感じね。やべえ、残りカプセル4つじゃん。あ、しくったー。しくった、今。何やって、何をしとるかね、君。のびー。やばい、終わった。いや、終わってない。ジャスト。でも、これだとあれなんじゃ、スコアボーナスもらえないんだよね。あ、でも一応星3はなってんのか。ああ、よかった。オペミスするとこだったわ。で、残り200か。で、このなんか、羽のついたこのハテナボックス、踏むといつもよりも
お金もらえるから、ちょっとそこまでちょっとやるわ、そこまで。いや、結構これむずいんだよね。ていうか、パズルゲーム好きなんだけど、あんまり俺得意じゃないから、頭の体操ね。赤から始まります。まあ、ここら辺は、ブロック潰す感じでいこうよ。爆弾使っちゃうか、もう。開幕。これはこうすっか。で、黄色。黄色で、赤。うわ、青がちょっとこれ微妙だな、この青。あ、青。どうだろう。後で活かせるかな。うわ、なんか変な風になっちゃった。失敗しちゃった。で、あ、でも次また赤と青来るな。お、結果オーライ。こう消してみっか。笑顔なんだよな、青のウイルス。青のウイルスは本当に、しかもセンター分けね、これ。赤は本当になんかやばそうな雰囲気出てるけど。こっち黄色でちょっと染めてみっか。黄色染めでいってみっか。いやー、どうしようかな。このブロックどう、大丈夫かな。変にね、残しちゃうとね、後で本当に良くないこと起きそうだから、それが嫌なんだよ。考えすぎかな？むしろ。飽きちゃった。良くない残し方ですよ、これ。本当に。ブロックの中にウイルスが出てくることも全然あり得るから。待って、違う違う違う。あー、これ良くない。これ良くないわ。良くないっす、これ。やべ、移動したい。あー！ミスった。しゃあねえ。もう過ぎてしまったことはもうしょうがない。この残し方良くないんですよね、本当に。こう。この青を消したいからこうすっか。で、黄色移動。あ、クーパーの長技使います。ランダムで2個破壊。あ、ブロック消さなくてもいいのかな、じゃあこれ。ブロックの中からウイルスが出てくるっていう話もちらほらあったけど、これでもう終わりか？いや、違う。やっぱりだ。ちょっとこれハンマー使うわ。あ、ちょ、ハンマー使えない。いやー、やっぱりっすねー、これ。やっぱりこう来たか。そうなってくるともうお手上げなんですよ。ああ、やっぱり来たか。こっちに来たのか。これで終わりだとしてじゃあ。終わった。またカプセルギリギリ。カプセルギリギリ。いやー、でもこれだと星が2、あー2か。3までいかねえな。もう俺の頭の中はパニック。本当に。で、こうクリアすると、ハテナボックスからゴールド回収できるんで、よし、ここ頑張る。ここ頑張るけど、絵面すげえな、おい、開幕。開幕の絵面がえぐいな。ボンバーマンじゃん、こんなの。マジか。これ、普通に爆破しちゃっていいよな。よし、危な。ぼーっとしてるとね、ぼーっと眺めてると、落ちているこのマス、もったいない時あるからな。まあ、横から、端から。連鎖来ました。スーパービーダマン。スーパービーダマンよろしく来ました。これ横でいいかな？あー、この青邪魔だな。すっげえ邪魔になっちゃった。うわ、すげえ邪魔これ。何これ。しゃあないか。今どれ何が正解だったんだ今。うわー、これちょっとこの黄色も邪魔。邪魔な感じ出てきちゃったな、ちょっと俺。こうで、よいしょ。で、これちょっと邪魔でしょ？この下でしょ？下っていうか上でしょ？落ち物系パズルとは言うけれども、下から上に行くのは初めてだよな。これはもう使っていいか。うわぁ、黄色かい。鬱陶しいな。あー、間違った。
これあるんだよな、スライドしちゃうんだよな。くそー、ムカつく、マジムカつく今の、マジイラッとくるわ。あ、でもよかった、まだ簡単なステージでよかったわ。来た、ボーン、これでガチャ回せる。で、スカウトはね、ここにいるんですよ、キノビオが。お金払えっつって笑顔で待ってんのよ、横に顔振りながら。ボーリだな、こいつ。一回ちょっと詳細見るか。ドクターは、最初にね、マリオとクッパとピーチ姫。ピーチ姫選べるんだけど、2% の確率で他のやつも、あー、こんなのいるんだ。ヨッシーか、キノピコとかもいるね。ルイージ。あー、コクッパとかもいるんだ。コクッパ、コクッパのドクターとかちょっと俺信頼ないんだけど、低いんだけど。絶対やぶ医者だろ。で、他にいっぱいいると。あ、テレサとかもいるな。え、なんかテレサこんなだったっけ？なんか可愛くなってる。まあいいや。持ってないやつください。これダブリとかないよな。ダブリとかあったらすっげえなえるんだけど。まあ何でもいいよ。ドクターでもいいし、サポートキャラでも何でもいいよ。あ！ドクターの方だった！ウェンディ。レンガブロックを10個1段、1段階壊します。レンガブロックを10個1段階壊します。なんか言ってることがわからないよ。日本語の意味がわかんない、俺。日本語がわからないわ。バーサスモードの場合、相手のウイルスを2匹レンガブロックに変えます。お！いやらしいわね。俺ね、実はクッパさ、ちょっと選ぶの失敗したなって思ってたんですよ。クッパの超技がなんか横2列をランダムで破壊っていうやつだったんだけど、なんかね、思ってた感じと違うなと思っちゃったんでね、期待値が一番高いからこれでいいかなと思ったんだけど、ちょっとね、なんか違ったんだよね。ていうかマリオが一番使いやすいのかなっていう。攻撃力が4なんだ。そういうのあるんだ。スピード、防御力、あ、え、こんなのある。ちょっと俺能力ちょっと見たいな。あれ、ちょっと待って。ウェンディのちょっと能力見ます。攻撃力が2。足が速い。なんかそういうのあるんだ。防御力が30、30、70、20。赤に強い。ってところかな。なんかあんまちょっとわかんないですね。これの見方がちょっとまだ始めたばっかりでわかんない。